トグラムというのは右側にありまして、これは0を中心にほとんど対称な分布をしております。でこれは完全にバックグラウンドの放射線によるランダムな確率事象を見ていて、正規分布に近い形をしていると。これはもう本当に測定データとしては使えないということが分かります。で逆にその上の、川俣頂点分布というのはそれよりもだいぶ分布が非対称になっているので優位なものは測っているということは分かるということであります。で次ですね、6ページ目ですけども、一番、上のところですね。でこれがその原子力安全委員会というところから、まあ、公表されている、ヒストグラムを出しているもので、これ川俣と飯舘とおそらくいわきも入っているんだと思います。すいません、ちゃんと確認できてないんですが、でこのヒストグラムだと、まあ、負の値は全部ゼロにしてしまっているので誤差がわからないんですけども、まあ、そのデータの多くはこの川俣町の測定が占めていて、でそこでの測定誤差がだいたい 0.02 ぐらいだったので、まあ、それぐらい の測定だというふうに思われます。で、まあ、全データのバックグラウンドとかその喉の数値が分かればもっと詳しいことが分かりますが、それはまだ手に入れてないので分からないと。でこれの分布を見ますと、まあ、最大でも 0.1 マイクロシーベルトパワーで、ここから見てそのスクリーニング基準の 0.2 マイクロシーベルトパワーよりもまあ十分に低いということは確実に言えると思います。でお一方はその 0.1 マイクロシーベルトパワーという方がいらっしゃいまして、この方のバックグラウンドをちょっと知りたいんですけども、おそらくいわきの方だと思うんですが、いわきでの測定若干バックグラウンドが高かったというふうに聞いてますので、そのせいかもしれないです。はい、そこについてはちょっと私の方からコメントしかねます。次ですね、下ですね。最初のその堀口さんからの、質問に対する回答ということで、まず検査前の全体の体表面検査については実施しました。で汚染は指示値以下であるということを確認しております。で、バックグラウンドの空間線量の測定というのはやっております。でその場合のその値は 0.07 から 0.08、まあ、多くても0.1 以下で一定、ほぼ一定でありました。で、個人の体表面のバックグラウンドというのは、測りまして、でそれは着衣での測定です。でもちろんその着衣衣服からの線量というのが指示されたスクリーニングの時のバックグラウンド 0.2 程度以下であるということは確認しております。で、測定誤差や精度についてこれは非常に難しいんですけれども、その全体の分布を見る限り、そのバックグラウンドの分布あるいは差分の分布からは 0.02 マイクロシーベルトパワーぐらいだというふうに予想できますが、個人によってそのまとっている衣服の線量が変わりますので、その方についてそのどれだけの精度が出るかっていうのは未知ですね。分からないと。で絶対値を使うっていうのはちょっと測った当人としては怖いなというふうに思います。で、例ですけども、先ほどのバックグラウンド引く前 0.18 で、で引いたと0っていう方、この方が本当に測定誤差 0.02 でいいのかっていうのは、私どもから自信がありません。はい、そういうふうに言えるかどうかっていうのは分からないです。しかしそのサーベイのですね、基準として示された、甲状腺から 0.2 マイクロシーベルトアワー以下っていうのは確実に言えます。でそれはなぜかというと、その喉から 0.2 出ていればバックグラウンドに 0.2 足して 0.18 足す 0.2 で 0.38 という値が出るはずなんですが、そういう高い値は確実にないということは言えるということです。これがその、まあ、サーベイという実情であります。で、最後7ページ目ですけれども、いくつか試験を述べさせていただきましたが、まずこの測定でですね、その体内のセシウムとヨウ素を分離することができるかっていうようなことが、それに関連するようなことが2回目の議事録であったんですけども、おそらくそれは無理だと私は思います。でガンマ線のエネルギースペクトルを測れば確実にそのものは言えるんですけども、それには十分な遮蔽と時間が必要でした。で線2の測定には膨大な時間がかかって、当時は無理だったと思います。でこの測定当時はですね、このスクリーニングで陽性が出た方は精密検査を受けてもらうということで、その我々本当測定するときは緊張していたんですけども、それを聞いて、まあ、
ある意味安心したところはあります。その精度を我々が出さなくても基準とされたものを超えた陽性の方というのはきちんと再測定していただけるということで、我々はスクリーニングというところに努力を割いたというところです。で、ですので、セシウムと陽素を含めた上限値というのがスクリーニング基準以下ということは確実であります。で、またですね、この数字が出たときに、その 0.02 マイクロシーベルトアワーという非常に小さい誤差の範囲の値というものが、そのまるで有意の実際に測定された確実な量のように伝わったというのは非常に反省しているところでありまして、測定限界というのを我々現場で測定して、その不検出でしたというような、そういう基準をすべきだったんじゃないかというふうに私は反省しております。であと、ぜひともその全データというのを公開してほしいと。また、藤原先生からちょっとコメントをいただいて、これはここで言うべきかどうかわからないんですけども、甲状腺がんの発症率が本当に福島県内で統計的に優位に高いのか、データを明らかにしてほしいというコメントをいただいております。で、最後ですね、ちょっと長くなってすみませんが、7ページの下ですけども、第2回議事録、読ませていただきまして、それに対するコメントですけども、まず一番最初、栗原氏というか、栗原さんからの指摘で、その、肩口に当てて、そこから差分を測ったということで、その体内セシウムをちゃんと引けてるんじゃないかというふうに言われるんですけども、そこまでちゃんとできてるかっていうのは、私は疑問なところがあります。その次ですね、その次は全身、バックグラウンド、皮膚に当てたか、洋服に当てたかっていうのは、洋服からでございます。で、最後、その首を洗浄したかっていうふうには、あたかもその全部の方に首の洗浄したかのように読み取られるんですけど、そういうことはしませんでした。大多数の方は洗浄しなくても十分低い値だったというふうに思って検査しております。で、最後8ページ目も同様ですけども、これも衣服からのバックグラウンド測定についての議論がなされておられまして、これについてもその全身サーベイをして、でなおかつその NI 検出器での衣服の染料についても基準値よりも低い、同程度以下ということを確認して、やっておるということです。以上であります。宮本先生、本当にありがとうございました。当時の事情について非常に詳細にご自分の経験をお話しいただいて本当にありがとうございます。前回いろいろと我々も疑問に思っていたことが多かったということを、ここで随分詳しくお話しいただきましたが、まだお話にならないところでもご質問があれば、この機会にぜひ伺っていただきたいと思いますし、今までの疑問をぜひここでこの機会でにはっきりさせたいと。決してここで正しい正しくないということではなくて、本当にどうだったかということをまず理解しようということでございますので、そういう意味でぜひご質問いただきたいと思います。どうぞ、若林先生。事務局から、ご意見なかしでございます。実は前回の会議を受けて我々のところの職員についても聞き取りをしていました。で、私どものところはオフサイトセンターに24日から30日まで人を出しておりました。で、その時に、本人が持っていたメモ等から分かったことは、24日の山木屋では、空間占領率が、人がいるところで大体 1.7 マイクロシーベルトパワーであったというふうに、本人は言っています。で、この、資料には、空間占領率が、岩木市保健所で26、27というふうに未確認というふうに出ておりますが、我々が派遣していた人間のメモによりますと、岩木で26日が 0.17 マイクロシーベルトパワーは、それから27日が 0.15 マイクロシーベルトパワーはということでした。で、我々が派遣した人間は30日には飯舘で実際の測定に立ち会っています。これはいろいろな方がいるということで、私どもの指示をしていくように指示をいたしました。で、そこでバックグラウンド、体表面の汚染については、ウサトセンターの人間が非常にバックグラウンド の低い部屋を一生懸命探してきたので、そこに人が入ってきた時に汚染を持ち込んでは困るということで、入ってくる人たちには
皆GM サーベイメーターで汚染検査をした上で入っていただいているということでありました。でその時30日の飯舘では、空間線量率が、測定を始める前で 0.1、まあ、この資料の4ページにも飯舘村役場 0.1 って書いてありますけれども、で、測定終了時も 0.1、 それから、まあ、大体3時頃ですね、その時も測ってるんだけど 0.1 マイクロシーブルトパワーアワーであったということを、まあ、私どもの職員等の聞き取りからこういう結果が得られております。どうも赤石先生ありがとうございます。ご質問を受ける前に残りいくつかの事務局の整理したのがありますね。もう非常に簡単で結構ですけれども、一応ご説明いただいて、それから全体としてご質問を受けたいと思います。じゃあ、資料を簡単に説明させていただきます。資料1でございますけれども、の束でございますけれども、資料 1-1-2 につきましては新山先生がホームページ上で公開しているものを添えさせていただきました。あと資料 1-1-3 でございますけれども、これは英文で恐縮ですけれども、弘前大学の細川先生、弘前大学のチームがが報告しているものでございまして、飯舘村で肺の検査とを主に書いてございますで、ということでございます。でもう一枚めくっていただきまして、12ページ資料 1-1-4 でございますけれども、これは東京大学の早野先生の資料をお貸しいただいたものですけれども、やはりバックグラウンドについて分布をこう示したものでございますので、ご参考にしていただければと思います。また参考資料の参考資料の には原子力当時の原子力安全委員会がこの測定に関する資料を公開しておりまして、その資料を添えさせていただいたところでございます。先ほどスクリーニングレベルが 0.2 マイクロシーベルト以下でということをご説明しましたけれども、初日は実はその1桁多くて2マイクロシーベルト以下ということで指示があったというふうに聞いておりますけれども、その後後日の検査では 0.2 マイクロシーベルト以下ということで指示が出ているというような経過もございます。以上でございます。どうもありがとうございました。それじゃあ全体どうぞ鈴木先生。これはコメントです。先ほど、まあ、衣服に1000CPM ぐらいの汚染があったと。でそれがじゃあ、それは GM サーベイメーターで見てるんですが、 NII シンチレーションサーベイメーターで、まあ、10センチ離したくらいの体表体の前で測った時どのくらいになるかっていうのは非常に概算ですがやってみました。これは IAEA のテクドク1162っていう中に点線源のガンマ線線量換算係数っていうものが CF7 として報告されてます。それを使って概算してみました。で、まあ、どのくらいの放射性物質がトータルであるかというのを、先ほどの 1000CPM、まあ、大体要素を131にすると 3.3 ベクレルぐらいになるんですが、まあ、少し全部大きく丸めて5ベクレルパー平方センチメーターにして、で大体半径13センチ、高さ40センチくらいの筒型の導体の表面積にこれをかけて、そうすると大体16キロベクレル強ぐらいの値になります。そういう線源がその体の導体の中心にあったとして測ってみますと、要素131だけであると 0.05 マイクログレーパーアワーぐらい、セシウム134ですと少し高くなって 0.02 マイクログレーパーアワー、それからセシウム137ですと 0.0076 マイクログレーパーアワー、先ほど、まあ、大雑把要素とセシウム134137:1:1:1として平均してしまいますと大体 0.11 マイクログレーパーアワー、そのぐらいがその体表面衣服の汚染、もし1000ベクレル強の汚染があればそのぐらいの気温になると。ですから、まあ、バックグラウンドと
その汚染を足したとき、今日出していただいたデータを見ると大体合ってるのかなと思っております。そういうコメントです。どうもありがとうございました。どなたでもの疑問でも追加でもどうぞ。今の近藤先生はですね、いわきで最初の日の数だけ出てますが、川又の山木屋とか保健センターは、これはバックグラウンドが高いときには中止というか、このデータを使ってないわけですね。最終的には入れてないないはずです。どうぞ。の貴重な時間ですと、どうぞのご質問ください。あ、どうぞ。笠原先生、前回ですね、配布された資料を拝見しまして、素朴に疑問に思ったので質問させていただきましたけれども、今回このように丁寧に情報を集めていただきました。また新山先生、わざわざお越しいただきまして、当時 の状況をご説明いただきましてありがとうございました。本当に大変な中での測定だったと思いますし、その時の測定 その意味、先生が実際にその、バックグラウンドを測った目的をどのように理解されて測られていたかということもよく分かりました。それで前回私がご質問したその疑問の趣旨はご説明いただけたので、よく分かったんですけれども、そうしますとちょっと私の理解をちょっと申し上げますので、それで正しいかどうかを、ご判断いただければというふうに思います。先生がそのバックグラウンドとして衣服の上から測られたということは、それぞれの方の衣服に特に大きな汚染がなかったということを確認して、本来 その甲状腺、サベランス の基準値である空間線量としてのバックグラウンド値と、それほど大きな違いがないということをお一人お一人確認するためということでしたね。それで、そのサベメーター の性格から言って全方位からの、ガンマ線を、測定するということも含めますと、お一人お一人と のその着衣表面上と の傾向として、数値の傾向として、大小には相関があるということで、それを確認されたということですが、必ずしもそのお一人お一人 の着衣表面の値と甲状腺の値を差し引いた分がお一人お一人の絶対被曝量になると解釈してはいけないという、そういう理解ですね。そうしますと、前回の資料でお一人お一人その実測値という、甲状腺のところを測った数値と、それから、この前回の表には出ていなかったんですけれども、そのお一人お一人に対応する着衣表面の、値と差し引いた分を賞味値として、前回の資料では出されていたわけですけれども、それは決してその個人個人の被曝量の賞味値を示しているわけではない。大体の、検討はつくものの、被曝量の賞味値を、示しているわけではないというふうに理解してよろしいんでしょうか。差分なので、その個人個人の線量だというのは間違いないと思うんですけれども、それに対するその精度ですね、それがどれくらいかというのが評価できない、ね、なのでその、何がしか傾向があると。でそれぞれその喉の部位とそれから衣服の部分というので、バックグラウンドと区別がつかない方もあれば、若干高い値を出している方もいらっしゃるというのは傾向としてあるのは間違いないと思いますが、それぞれの方の数値がその 0.08 だったら本当に 0.08 なのか 0.02 じゃないのかということは判断しかねるというところです。ただし基準である 0.2 は絶対に超えることはないということはできます。分かりました。そこのところ私もそのように理解して、
ておりました。それでその制度が、どのくらいかがよくわからないということを多分問題にされる方もいらっしゃると思うんですね。でその制度がかなり不確実性が高いままで、この値をもとに基準値を超えなかったということを判断していいのかという疑問は多分世の中にはあるんだとは思います。それで、ではこの先生の測られた値をどう解釈するかということなんですが、私はやはりものすごくこう情報の少ない食品の微生物学のリスクアセスメントをこれまでやっていたものですから、それぞれのそのデータに不確実性やそれから変動性が備わっていても、他に情報がなかった場合に、それぞれのデータを、できるだけ有効に活用して最終的な判断をするという、そういう経験は積んでまいりました。でその爆発の直後の大変な中で、先生方が測定されたデータがもう他にない貴重なものであるということは、それは誰でも認めるものだと思います。でいかに絶対的なそのデータの数が少なくても、それから一つ一つのデータに備わる不確実性が大きくても、そこをもって判断するしかないということは現実にあると思います。ですので結論として、その基準、被曝の基準値を大きく超えるものはなかったというふうに、おおむね理解することは正しい理解ではないかというふうに私も思います。ただし、先生もおっしゃったように、このデータに関する不確かさはまだまだ大きいものである。でそうしますと、今までに、他に利用可能なシミュレーションのデータなども決してそのシミュレーションのデータが不確実性が高いからという理由で切り捨てるのではなくて、今回のデータもその比較の問題は難しいとは思いますけれども、それぞれその不確実性が備わったまま今の段階で利用可能なデータということでは、やはり広くいろいろな情報を今後とも考慮に入れていくべきだというふうには思います。ありがとうございます。今の新山先生にはデータを正直に全部データを出していただく、でそれがどういう意味があるかと、科学的にどうかということは、まさにこの専門家会議がの専門家が決めるというか、ものすごく責任があると思いますので、の先生に細かく一時のどこに不確実性があるかということではなくて、先生からはもう事実データを全てお話しいただいて、そこから判断するのは先生も含めてこの委員会が判断するんだというつもりでよろしいのではないかと思っておりますので、今からはその今いただいたデータがもちろんその非常に大変な状況で、その機会も十分にないところで測ったと、しかし甲状腺を直接測ったデータはこれしかないと、ですからそこから少しでも正しい情報を、あるいは信頼できる情報は何だろうかということを考えるのが我々の任務ではないかと思います。そういう意味でのこのデータのその信頼、科学的な評価ということについて専門の立場からお話しいただければありがたいと思いますが、初会員だと。はい、鈴木です。こういうバックグラウンド、体の表面での個人のバックグラウンド、ある程度の揺らぎがあるというような時、当然検出限界というものがこれは定めることができるんですね。でそれはそういうバックグラウンドの揺らぎの。スタンダードエラーを取っていって、例えばそれの3シグマのところでもって検出限界とするというような扱い方は十分できるんだろうと思うんです。で、どういう方法で検出限界を定義するかというのは別の問題として、その検出限界値以下の値をゼロと考えるのか、その差分と考えるのか、それともその検出限界のギリギリの値が仮の
あの測定値というふうに高めに測るか、この辺はあの考えていいのかと思います。で、まあ、その揺らぎの中の値を何をもって正しいと考えるかといっても正しいかどうかは分からないんですが、あの最大限安全に見たときにこのその検出限界、例えば今いろんな食品の測定してますね、それで検出限界が例えば10ベクレルパーキログラムだったというようなときに、それをゼロとは言わないで、まあ10あったとしてリスクを見るというようなやり方もするわけです。ですからそういう考え方っていうのもこの際もう一度考えてみていいのかなと思います。どうもあのバックグラウンドについてあの詳しい説明ありがとうございました。あの新山先生にちょっと、別の観点から質問があるんですけれども、先生先ほどこの川俣でその最初に、まあ、全身のスクリーニングをおやりになったとおっしゃいましたけれども、その今回の事故で、まあ、あの全身のスクリーニングについてはですね、やっぱり、その安定要素剤を配布するかあのどうかっていう、まあ、若干混乱があって、その40ベクレルパースクエアセンチですか、それに対応するものがまあ100ミリシーベルトで、それを CPM でまあ6000から1万、あるいはその1万3000とかですね、まあいろいろこう混乱というかですね、まああったわけですけれども、そのここの川俣でその最初に全身のスクリーニングをやった時に、そういうその6000ベクレルあるいは1万ベクレルを超えるような方っていうのはそのいらっしゃったのかということと、この時期以前に先生はそういう全身スクリーニングに携わられたかどうかっていうのをちょっと確認した。私はそのいわき市でのそのスクリーニング、全身スクリーニングはやっております。で、あと川俣町でもその最初の1日半日ぐらいはまあ全身スクリーニングに関わっております。で、全パンとしてですね、その衣服、その洗濯するような衣服、あるいはその埃を払えるようなものについてはそんなに高い値はなかったという印象を記憶しております。で、それに対してその靴底ですね、そういうところについている泥からは非常に高い線量が出ていたと。で、そういう方に対してはその靴を洗ってくださいねとか、あるいは帽子が高い線量といったらこれを洗った方がいいですとか、あのそういうことはあの一人一人コメントするようにしておりました。ただし、まあ、全般的にその全身にそんなすごい線量を帯びていらっしゃる、あるいは皮膚にですねそういう線量を帯びていらっしゃるという方は、あ、私の記憶ではほとんどいなかった、おそらくなかったと思います。シャワーなど浴びれば落ちていたと思っております。ありがとうございます。そのいわきで やられた時期も、まあ、こういう3月の下旬であったと了解してよろしいでしょうか。それからもう一つ、先ほど事務局が当初そのスクリーニングのレベルが2マイクロシーベルトパーアワーであったというふうにおっしゃったんですけど、まあ、そこちょっと私よく分かんないんですけど、この、サーベイで 0.2 マイクロシーベルトパーアワーというのが、まあ、スクリーニングレベルで、新山先生の、まあ、このお話では、まあ、それを超えるようなことは、まあ、ほとんどなかったということは了解できたんですけれども、0.2 マイクロシーベルトパーアワーのスクリーニングレベルっていうのは基本的に、まあ前回のご説明があったように、まあ連続接種の過程で10日か十何日のですね、11日だったか12日だったかの連続接種か の過程で100ミリシーベルトの甲状腺をもたらすようなものというふうに了解していますけれども、そこのさっき事務局が言われた最初2マイクロシーベルトパーアワーだったっていうところはちょっとよく了解できなかった、教えていただければ。あ、すみません、事務局ですけれども、まず資料についてですけれども、参考資料の1をご覧になっていただきたいと思います。
参考資料1の投資番号になってございますけれども、22ページっていう番号がついているところをご覧になっていただきたいと思います。3月23日でございますので、測定が開始される前日ということになると思いますけど、その時に出された資料がこちらの資料になりまして、そこで22ページの右側の方ですね、日照道が2マイクロシーベルトパワー以下であればということで、その時にはまあそういう試算をされたというふうに私ども理解してございますけれども、それで実際に24日測定が終わってそれ以降ということになりますけれども、次の時には、0.2 マイクロシーベルトパーアワー以下というようなふうになっているところでございます。具体的には30ページ、例えば30ページの測定については、30ページのところの資料では、3月25日付でございますけれども、0.2 マイクロシーベルトパーアワーというふうになってございます。でどうぞ、いかがしたですか。今の議論、時間でよろしく、ご意見流してございます。22ページの資料でございますが、これは私ども研究所の名前で出している資料でございます。これは単純に計算の間違いというか、数字の間違いで、で直ちにというか、分かった段階ですぐ修正を安全委員会だったと思いますが、送りました。これは特に下げたとかいうことではなくて、放射線医学総合研究所の出したペーパーの誤りであったというふうにご理解いただいて、と申し訳ございませんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今ここではですね、過去にどうだったということよりも、今あるデータで本当にその被爆した方の将来に対して専門家が現在あるデータをどう評価するかということが基本的な立場でありますので、そういう立場で今そのここに報告されたデータをどう評価するかと、の線量をどう評価するかということに重きを置いて、あまり時間がございませんので、座長として少し方向のお話しさせていただきました。で質問ですが、今川又でですね、川又で647人、飯舘で299人ということですけれども、数がまあ多いのか少ないのかということのために、いわきも含めて一体その子どもがどれぐらいいたのかということは分かりますでしょうか。飯舘村のお子さんは何人いたのかね、何人の中で299人測れたのか、それはやっぱり非常に大きな、我々判断する上で大きな点だと思いますので。資料は用意してございませんですけれども、ちょっと口頭で簡単に説明、補足させていただきたいと思います。川俣町、まず川俣町につきましては、14歳までのお子さんが約1800人でございます。そのうちの、今回の調査の対象が約600人ぐらいということでございます。で飯舘村につきましては、14歳までの方は約800人ございました。で、測定された対象者は、約300人ということでございます。で、いわき市につきましては、市で大きいので、14歳までのお子さんが5万人弱、4万7000人ぐらいでございます。で測定対象者については、140名弱ぐらいということでございます。以上でございます。わかりました。どうもありがとう。いや、私もこの前の時にどうして1000人で辞めたのかと、1000人という数は非常に少ないという印象でお話ししましたけども、人口、特にその飯舘村とその川俣町の人口を考えると 30% ぐらいの方はこの測定されているということですから、非常に大きな意味があると思うんですね。ですから今ここで議論するのは、じゃあここの測定されたものの
の不確実なところももう十分我々議論しました。じゃあ確実にこのデータから言えることは何だろうということを最後に何人かの方からお話をいただきたいんですが、確実に言えることは何かで、確実に言えるか言えないかということは、この 30% の住民の値がここにあると、ただそれが分からない分からないって言ってるだけでは何 の将来に向かってんですね。分からないとか分からないということも十分に理解して、じゃあ今確実に言えることは何だろうということを、まあ、ここでお話しいただいて、あとの5分ぐらいの最後にしたいんですが、いかがでしょうか。何も言えないのかですね。何が言えるのか。バン先生、今日まだご発言いただいてませんが、占領、前回栗原さんからも指摘があったんですけれども、やはりこういう状況の中である程度ラフな測定ですから、個別にどうかというよりも全体の傾向を把握する必要がある、それはそうだと思うんですね。ですから、まあ、そのこの測定対象となった方たちに対しては、まあ、おそらくそんなに高い占領ではなかったのではないかということは、まあ、大体ここのコンセンサスになってきたのではないかと思いますけれども、ここに含まれてない人がどうであったかというところに対してはやはり慎重な対応が必要であろうと思います。で、今主にその吸入による要素の接種を考えていますけれども、経口接種とかはどうであったのか、特に当初 の水道水とかですね、そういったものを介した経口接種がなかったのか、やはりその辺のところは、慎重にできる限りのデータを集めるべきだと思います。今からどうやって集めればいいでしょう。それはすでに環境省 の中でも、委託事業としてやっていると思いますけれども、やはり当時 の、じゃあ水道水を、どれぐらい飲んでいたのか、それぞれの方がどういう行動をとっていたのかというのを、何らかの形で、調べていく、もうそれしかないとは思いますけれども、はい、どうぞ。バン先生、統計がご専門ですからちょっとお伺いしたいんですが、大体中断の3分の1の方で甲状腺の測定をして、そこで、大体の分布が見えてきた場合、その分布にとその後の、測ってない 70% の人の、予測にどの程度使えるものなのか、そこでの不確実性っていうものがあったとしても、普通は分布が分かってきた場合、大体大まかなことは言えるはずだと思ってます。それが一つから、もう一つは少なくともこれは直接測定をしてますから、この30日くらいまでの間に経口摂取したもの、吸入摂取したもの、全てを反映したデータであるというのは、もう一度ちょっと確認したいと思います。ランダムサンプリングの前提にしていれば、統計学的に確かに、3分の1を測っていれば、もう全体としてこういう傾向であろうということは言えると思います。ただ、私が申し上げたいのは、やはり極端な個人が存在しないかどうかということも一応視野に入れておく必要があるだろうということです。他にございませんか。どうぞ中村先生。私もこの 30% か 40% ぐらい測っておられて、これ非常に貴重な、その直接測られたデータで、この 0.2 マイクロシーベルト以下であるというこういう事実は非常に重要な事実で、これはやっぱりしっかりと我々は捉えるべきだろうというふうに思います。それで経口摂取のことは別に調査をしておられますので、そこからもまた結果が出ると思いますし、それも含めて、この甲状腺の線量に関してのこのデータというのは、示されたデータというのは受け入れるべきではないかというふうに私は思いますが。どうもありがとうございました。明石先生、どうぞ。明石でございます。前回申し上げたんですが、このデータはこのデータである、これで評価したものを評価できるということとは別に、
私ども研究でご存知のようにシミュレーションをやった経験ございます。でもちろん実測に基づかないものなので、不確実性っていうのはかなり多いということは承知の上で申し上げます。やはりあるデータを使うという意味では、これをやはり皆さん実際行動された方に当てはめて、実際これが今回 の実測にどういう関係があるのかということはやはり示す必要はあるだろうと思います。ぜひ我々の研究所もそこはやらせていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。今から何をやるかというのはまた次のセッションがございますので、他にございませんか。これ以上データが、今測定したものについての評価っていう意味で、前回このデータだけではなくてですね、他の、これは実測ベースですから、私自身は、シミュレーションの過激さというのは大きくて、こういう環境影響評価にシミュレーションが使える程度のものではないというのが僕の基本的な態度なんですけれども、それは補足情報としては有用な情報は提供しうると。でただ前回ご説明のあったそのこれ以外のですね部分はホールボディで、セシウムと要素の比からいろいろ推定すると。で今赤井先生おっしゃったようにですね、全体としてのピクチャーを描くにはそういうさまざまな角度から検討する必要があって、まだ保育園でやられた一昨年度 評価にですね、あり得るとしたら、今後の話になっても恐縮なんですけども、その不確実さの幅というかですね、そういうものをどう定量化してやっぱり見ていくかということが重要じゃないかと思うんですね。でさっき私ちょっと申しましたその全身スクリーニングのデータというのも結構多分初期の頃ですね あると思うんですね。でそれがどれだけ有用かは分かりませんけれども、一つの目安としてですね、そういうものもいろいろ使いながら検討できるんではないかというふうに考えます。ワークショップの時も申し上げたんですけども、日本の特徴は後で遠藤先生お話があると思いますけども、やっぱり海藻類を食べると、そうするとシミュレーション、いわゆる家庭の中にして甲状腺の摂取率は 30% として計算されて、値がいかにも何ミリシーベルトと出てきますけども、その人が昆布のおつゆを一杯飲んだとしたら、その間はもう値が10分の1ぐらいに下がってしまってる。あるいはうがいをしますとね、要するにうがいをするとまた同じように10分の1以下になってしまう、そういう日本であるから、今日その測っていただいた直接甲状腺に入ったものが他に比べて誤差が少ない範囲なので、これは大事だという意味で少し強調して時間を取ってお話しさせていただきました。他にバックグラウンド引くのおかしくないですか。他にございませんか。恐れ入ります。傍聴所の方はお静かにお願いします。もう一つじゃ入れますと、今の質問という答えるわけじゃありませんが、バックグラウンドも入れて 0.2 になってないんですね、川本をね。そこはのデータとして出ておりますからお話しします。低くっていうの変ですよ絶対。どうぞ、どうぞ皆先生。一応多分本間先生の質問ですけど、シミュレーションに関して WHO がやってアンスクエアがやってますよね。それでそういうふうな状況があって、数値もある程度出ておると。それでそれは一つ のシミュレーション のやり方で出てきた数値と我々受け止めてもいいと思うんですよね。だからそれも一応勘案して、それから今の段階で我々が何ができるかっていうふうなことで、先生ご自身はあそこにも多分絡んでおられるんですけど、
ああいう数値の評価、バン先生でもいいんですけど、はそれなりの評価であると、インハレーションとインジェクションの両方あれやってたと思うんですけど、あの WHO もアンスケアも、それでそれとこれを勘案して3つ並べてというふうな形で、これは実測ですけどもちろん、で あのああいう数値よりもよほど大きいか、あるいはそれより小さいのかというふうなことは我々が念頭にいつも置いておくべきことではないかと思うんですけれど、もしもコメントがあれば、別にまあこれは単なるコメントですけど、まあ私シミュレーションって言ったのはですね、あのまあ信用しないような言い方をしましたけど、それはまあシミュレーションと一口に言ってもですね、まあいろんなあのやり方があるわけで、まあ私の知る限り、まあWHO はまあかなり安全側の評価をしていると、シミュレーションの中でですね、仮定の持ち方が、それからまあアンスケアについてはまああまり言えませんけれども、そのまあできるだけその不確実さを少なくして、あの計算によるものでその法則的な評価をすると。ですので、その実測データ、ここで今あの実際の甲状腺サーベイと、それからあの前回お話しいただいた、まあホールボディからのものと、まあそういうものの一つの、まあさっき多角的側面って言いましたけれども、という観点から言うと、まあそのそれが飛び抜けて違うということではなくて、まあ、あの全体としてはオーダー的にですね、あのやはりコンシステンシーはあるというふうにまあ考えていいと思うんですけど。鈴木です。あの、まあ、フロアの方からあの話があったんですけど、例えば資料1の4ページちょっと見てみてください。あの空間占領率のバックグラウンドと個別のバックグラウンドの平均値の差っていうのは 0.01 とか 0.02 とかっていう、そういう世界です。で、これを足しても足さなくとも結局あの測定値の揺らぎの中の話になるということをご理解願いたいと思います。それから先ほど私ちょっと言いましたように、測定値のバックグラウンドの揺らぎの3シグマを入れて評価するというようなことも、まあ、実際はあの占領として一度やられてまして、まあ、若干高めには 出てきますが、あのこの間の栗原さんの報告から極端にずれるような結果ではなかったと私は理解してます。ですからあのこの1080人のデータを使って評価していったもの、少しぐらいこう誤差をがあったというふうに見積もって、安全側に見積もっていっても、やはりそんなに高い占領を受けたあの個人はこの集団の中では見つからなかった。でまたその分布も大部分がほとんどあのゼロに近いようなところにあのピークのあるような分布になっているということは、あの認めていただいていいんではないかと思っています。あ、どうぞ。あの、まあ、今日はあのこのことについてずっとあの検討しているわけですけれども、まあ、大変あのこの実測値としてはですね、私はあの、30% の方、それから飯舘では半分の方がですね、まあ、その実測しているっていう、こういう事実はこれはそのまま受け止められるというふうに思います。まあ、しかしあの、私ども今日ちょっと持ってきましたアンスケア あのところのですね、まあ、ちょっと和文であのしたところの32番目のところにですね、やっぱり個人はそのさまざま、先ほどバン先生が言った内容ですけども、さまざまな行動パターンだとか食べるものがいろいろと違うとかですね、いうことありまして、やはりこれはこの測った方たちだけのまあ実測値であるということは、まあこれも事実だというふうなこともありますので、まあそういう点ではこの議論はこれでですね終了して次に進んだ方がいいんじゃないかなというふうに思います。他にございませんか。さて、まあ、時間がかなりここでその測定について
甲状腺の測定について時間を取りましたの本日のところはこれで、あとまあ資料も今後何をするかということはまた今からの議論でありまして、少なくとも現在直接131を測った資料に関しては今の通りのお話で終わらせていただきたいと思います。それではかなり時間を過ごしてしまいましたが、その次に、資料の順番で言いますと1の2の2ですねからご説明いただきたいと思います。それで資料でございますけど資料1の2の1をについてご説明させていただきたいと思います。I131 以外の単半元気の各種の寄与割合の違いについてチェルノブイリとの違いについてということでございます。まあ、前回の会議の時にチェルノブイリの事例についてご紹介委員から紹介がありましたけれども、それについて、まあ、ここでは調べた範囲のことをご説明いたしますけれども、ニポツの丸1 I131 外の単半元気各種、これは環境省の昨年度の委託事業では空気サンプリングの実測データから、I131 の寄与は全体の 90% 以上となるというふうに、まあ、評価してございます。これは資料でいきますと、15ページからの資料1の2の2でございます。でただしこのデータの測定について、16ページの上の方にございますけれども、これの元となるデータはJAEA の格差圏のデータということで、まあ、茨城県の、まあ、東海村のデータで測った測定データというが使われているということでございます。またちょっと資料では用意してございませんけれども、前回の会議の時に傍聴者から のコメントをいただきまして、その中では、原子力安全委員会の会議で、広島大学の先生が事故当時現地に行かれまして、その時に測ったもの、ご自身の被曝されたデータはゲルマニウムの検出器で精密測定すると一番多かったものがテルル132、次いで I131、その次が I131 というようなコメントもしているところでございます。行かれたところは福島市南相馬また原発の第一の近くということで聞いてというふうな発言をされているところでございます。そういう状況でございます。でまたチェルノブイリにつきましては前回委員の指摘がございましたようにアンスケアのレポートの中にございまして、約 30% が他の各種で、そのうち I132 が 9%、 I133 が約 21% というふうに報告がされておりました。以上説明でございます。どうもありがとうございました。ただいまの資料の1の2の1と2につきましてご質問ございませんでしょうか。これも前回鈴木先生からご質問いただいたことに対する回答という意味で出しておりございます。原件の値ですね、主にね、の日本の場合は。でも距離運も含めて何か本間先生ございましたか、この131以外の関与について。いや特になければこのままで結構でございます。ここはあれですか、その鈴木先生、そのテルル132から出るね要素 I132 ということになると少し長いでしょうけども、132そのものだともう2時間でどん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 なくなってしまいますから、もう場所がちょっと違えば全然比率が関与が違ってきてしまうと思うんで、そこはそのアンスケアの計算もかなりいろいろ無理しているところがあるような気がするんですが、このアンスケアの元のデータを追っていくと
チリャビンスクでしたっけ、作業員たちの住居のあるところから避難した子どもたちのホールボディカウント実測値でこれは書いてたと思いますんで、うんうん、数少ないデータなんですが、この数値自身はかなり信頼性のある測定値です、うんうん、でこれもまあ原件の実測値ということで、それでよろしゅうございますか。じゃあのその次の1-3-1ですか、甲状腺の外部被曝点で書いてお願いいたします。甲状腺資料1-3-1でございますけれども、甲状腺についても前回外部被曝についても考慮する必要があるのではないかということでご指摘がございまして、それについてのものでございますけれども、これも大変恐縮ですが資料ございませんけれども、先日のその甲状腺の、ワークショップの中で福島県立医大の石川先生の発表がございまして、その中で外部被曝で甲状腺についてでございますけれども、ICRP の74のパブリケーションでをもとにしますと、実効線量に対して甲状腺の透過線量が 1.1 という、おおよそ 1.1 ではないかということ の, 発表がございました。で資料で用意させていただきましたのは、県民健康管理調査の基本調査をの資料を再度提示させていただいたものでございます。特にそういうことで、外部被曝の実効線量と、甲状腺のが、1.1 で対応を予想するのではないかということで、事務局の方から説明させていただきたいと思います。と言いました。どうもありがとうございました。そしてもうそのまま1-3-2ですか、県民健康調査のでご説明をお願いいたします。続きまして資料 1-3-2 でございますけれども、これは前回も説明させていただきましたけれども、福島県民健康管理調査の基本調査と、あと、環境省の事業で行っていた、京都大学の今中先生の飯舘村をフィールドにした被曝調査の値、推計値が異なるというところがございまして、そこについて口頭では前回説明したんですけれども、その、パラメーターの違うところについて一覧表にしたものが資料 1-3-2 でございます。27ページでございますけれども、ここに書いてございますようなパラメーターについて双方の違いがございます。以上でございます。いかがでしょうか。あるいは阿部先生、行動調査とちょっと違った2倍だという検査が出たけれども、地方事務局でそれぞれの過程になっているところを調べると、当然であろうと、県民健康調査の方が建物のもういろんな種類を考えているし、それから土壌ではなくて直接ですね、1メートルのこの空間線量を調べているというようなことでございますけれども、先生の方から何かご意見ございますでしょうか。いや、特にあるんです。これはこの件に関しましては、調査を始まりにあたって県民健康管理検討委員会等で十分に議論されてですね、その承認された内容に基づいてやられているということです。どうもありがとうございました。それではその次は今もう資料の2でいいですか。どこ資料の1
全体のね、あ、では一応まとめとして資料の1の被爆線量の評価についてということについて一応全体 のお話を伺いたいと思います。それでは今から資料の2で被爆線量の再評価ですけれども、今後の線量評価再構築に関わるについて、それでよろしいですか。はい、では、事務局の方からよろしいでしょうか。はい、資料の、2についてでございますけれども、今後の線量評価再構築にかかる事項についてということでございますけれども、まず3ページと4ページ、その次のページ、資料の番号でいきますと2の1の1また2の1の2がございます。これは先ほど来話が出ておりましたけれども、 WHO の線量評価専門家パネルの報告書についてと、あと次のページがアンスケアの、これは国連総会の年次報告になりますけれども、それについて、まあ、事務局の方で簡単にサマリーとしてまとめたものでございます。WHO の報告書につきましては、先ほどもお話がございましたように、事故の直後の初期のデータを用いて、比較的保守的に推計して被爆線量を推計したものというふうにされておりますけれども、中ほどにある表にあるように、浜通りの自治体と、それ以外の、福島県近隣県等について、実効線量と甲状腺の透過線量、特に、甲状腺の透過線量1歳児について、ここでは表として抜き出しておりますけれども、このぐらいの被爆線量というふうに評価をしているところでございます。で、次のページの4ページでございますけど、これはアンスケアの年次報告書で、正式な報告書はまだ出ていないというふうに聞いておりますけれども、これにつきましては、4ページの2ポツの括弧アのところで、ございますけれども、1歳児の甲状腺の吸収線量は、70グレー以下、これは第1回目の資料でちょっと書き方が間違っていたので訂正させていただいておりますけれども、そういうふうな評価をしているところという報告というふうになっております。詳細についてはお読みいただければというふうに思います。これは国際機関の報告ということでのご紹介もご存じのところも多いと思いますが、何かここの会議としてご質問がございましたら受け付けますし、もうこれは国際機関の評価であるということであれば次に進みますが、よろしいでしょうかね。どうぞ。先ほどちょっと言いましたようにですね、2の1の2のところですけれども、これはアンスケア、これちょっとサマリーみたいな形で出てますけれども、やはり重要なポイントが先ほどちょっと私言いましたですね、その32番目のところでありましてね、いろいろとはっきり分かっている、例えばこういう1歳の乳児の甲状腺一番高いところで70ミリグレ、グレーとかですね、そういうのはありますけれども、やっぱりそういうのちょっときちんとその大事なところもですね伝えていただいた方がいいかもしれないですね。これ32番目がそういうふうに書いてあります。もしあれだったらその配って皆さんに確認していただいてもいいんじゃないかなと思いますので、来週次回出すっていうような話でしたっけ。これはすいません、事務局から少しアンスケアの報告書につきまして補足をさせていただきますと、先生方ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、まさに報告書本体がもっと最終的なまとめの段階に入っているというふうに伺っております。で、あくまで聞いているところなんですが、そう遠くない時期に報告書全体も発表されるように伺っておりますので、また発表された段階でしっかりとどういう要素があるか
か改めてご案内を差し上げたいと思います。よろしくお願いします。あ、どうぞ。その段階でそのじゃあちゃんと和訳して出していただけるっていうふうな、この資料で出していただけるっていうことの理解でいいですか。預からせていただいたかなり多分資料として膨大になろうかと思いますので、その形ご発表の仕方、また座長とご相談しながらご提供させていただきたいと思います。よろしいですか。それではとその次はページでいうとどこになりますか。 2-2 の1になるのかな。 2-2 なんですね。たくさんこう分かれてる。じゃあ事務局からその次2-2、はい、資料の 2-2 をから説明させていただきたいと思います。環境省の占領評価関係ですね。はい、2-2の1と2-2の2、2-2の3とございますけれども、この資料は、現在環境省でやっている事業のご紹介でございます。環境省で特に初期の要素等の単半減技各種によっての被曝線量推計についての研究調査事業っていうのが3本ございまして、それについて現在こういうことをやっているということを紹介させていただいて、それで委員の先生方には今後これを踏まえてどうこういうことを引き続きやるのか、プラスアルファでこういうことも必要だとか、そういったことをもしご意見を賜ればというふうに思っております。資料 2-2-1 でございますけれども、まず3本のうちの1本、平成25年度の委託事業でございまして、これの特に左側にございます事故初期の内部被曝線量の把握ということでございますけれども、先ほど明石委員からご説明がございましたけれども、今後の被曝線量の評価で行動気力と実測値の突合やですね、そういったことが重要というふうに考えておりまして、そういった事業を今年度開始しているところでございます。で、実は倫理委員会の審査とかで手続き時間がかかってございますけれども、で今年度では終了は難しくて、来年度も引き続き、むしろ来年度精力的に進めていくということで検討しているところでございます。対象となるデータはこの1080人のデータや、また初期にホールボディカウンターを測っている方、これは初期のデータでといっても要素は検出されてなくてセシウムですけれども、そういった行動との突合、そういったことをで実測値と行動記録と照らし合わせるような調査で、より線量推計に資するデータを蓄積したいというふうに思ってございます。これが事業の1でございます。で、次のページ7ページ資料の 2-2 でございます。これも先ほど番委員からご指摘があった経口摂取についてでございますけれども、事故初期の食品の経口摂取による、内部被曝の推計ということでございまして、事故当時のどういう食品摂取パターンや食べ物の流通状況、また水道水や食べ物の中の要素の濃度、そういったものを入手できる情報をなるべく集めて、それで線量評価、特に経口摂取による影響について資するデータの収集を考えているところでございます。次のページでございますけれども、資料8ページ2-2-3でございます。これは、放射性要素の体内動態や線量推計の精緻化を目指した日本人固有パラメーターの測定にかかる調査研究事業ということで、これもディスカッションの中で指摘がございましたように、日本人の要素の摂取率、アップテイク率がどのくらいかということで、今年度の事業としてそういった接種率の状況を調査しているところでございます。このような、3つの調査研究事業を進めているところでございます。以上でございます。現在進行中というか、環境省として受託事業として進んでいる事業についてのご説明であります。今後測定についてやった方がいいということのディスカッションの時間はありましたかね。
ここでいいのかな。そうですね。ここでいい。今これは環境省の現在の計画でありますけれども、先ほど、時間あんまり取れないかもしれませんが、先ほど、内部被曝をさらに検討するためにというお話、本間先生も含めてそのシミュレーションのお話、その他いっぱいございます。それについてあまり時間を取れてないんですが、何かこの事業、今決まった事業以外にぜひこれはやった方がいいというようなご意見があればいただきたいと思いますが、鈴木先生と。占領評価、やはり実測値のあるものをベースに評価していくっていうプロセスが重要だと思います。で、今甲状腺の直接測定ではないのはホルボディカウンターの測定値が比較的早い時期、それなりの数があります。で、今セシウムと要素の比をエイヤーと、今仮に3として評価しているわけですが、地域地域である程度違っているというようなデータが出てます。で、これは今要素の129とかというようなもので測っていくと、現在でもそこの分布はもうちょっと精度が上がってくると思いますので、そういうところから今のセシウムからの甲状腺内部被曝の評価というものはさらに格段と精度が上がるんではないかと思ってますので、ぜひそういう大規模な調査もお願いしたいと思います。どうぞ、どうぞ。議題の1にも関係しますけれども、実測データが貴重であることはもうそれはもう言うまでもないことですけれども、あくまでも子どもの実測が行われたのが、川又と飯舘といわきの一部ということで、それ以外の自治体についてのお子さんたちの実測値がないわけです。そうしますと他の先生方もおっしゃってますけれども、県民福島県の行動記録との、照合、それから、環境省以外の、府省で行われている、環境中モニタリング のシミュレーション結果との照合、そういうことを、ぜひですね、環境省として一元化してデータを取りまとめていっていただきたいと思います。それは第1回のこちらの委員会の時にも楠野先生が、事務局からもお話があったことだと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にただ議論して迷ってるだけじゃなくて、本当に役に立つ情報があるならそれをはっきりとここで専門家としてお話しする、あるいはアクセプトする非常に大きなことだと思いますので、そういう意味でやっておりますけれども、先ほどの一元化のお話ちょっと後でまた出てまいりますので、そこでよろしくお願いいたします。非常に短い時間で申し訳ありません。また改めてやるかもしれませんが、将来の測定の可能性について現在行っているものといくつかご意見をいただきました。で、その次が2の、どうぞ。キルさんの方からいわゆるホールボディのデータが、前回ご説明あったように、実行線量に直ったものしか情報がないと。で、それのもう少しきちっとした情報があれば、もう少し特に今鈴木先生おっしゃったようなセシウム要素比を、3を用いているというものがですね、あと行動調査からそのセシウムが後から入っている可能性とかですね、そこら辺が少し明らかになると思うんですね。それからもう一つは、先ほど石川先生おっしゃったように、僕はアンスケアまだ出てませんけれども、その WHO のさっきコンザバというふうに簡単に言ってしまいましたけれども、WHO とアンスケアがきちっと出たらですね、そこの評価が、これから今年度やっておられるその食品、その両方ともですね、要するに食品摂取の内部被曝の寄与が大きいという評価をしているわけですから、そこら辺
今年度の授業でどこら辺まで分かるのか分かりませんけれども、きちっとそれをいつの回かで結構ですけれども、その明らかにしてですね、どういうところにそういう、まあ、企業が評価されているのかということを、まあ、きちっと説明して、明らかにしていくと重要じゃないかというふうに思いますけど。これは私素人なんで逆に専門家の方にお聞きしたいんですけど、例えば甲状腺に100ミリぐらい入ってて、それから口腔部へどれぐらいの線量がいくか、それで ESR の感度が最近10ミリなんて低いところまでできるという話があります。どれぐらい、歯の ESR で例えば成人の臼歯を使ってみると、やはり今 IAEA でやってるような多施設比較研究でやりますと100から200ミリグレーが限界になってます。で、小児の脱落歯のようなものになると、実際そこから取れてくるエナメル質がだいたい20ミリグラムぐらいに下がってきます。大人の臼歯の場合だと200ミリとか300ミリで測定をしてて、その分小児にするとより不利になる。ですからかなり測定技術の根本的な改変がないと、その20、30の差っていうのはなかなか見えにくい。まあお子さんが生まれてから歯が脱落するまで例えば15年だったとすると、その期間蓄積された線量を足していったとしても、今予想されている線量ってそんなに100を超すというような値にはなってこないわけですね。でそれにプラス例えば30が測れるのかどうか、要するにどのくらいの精度で測れるのかっていうのが、ここでまたサンプルが小さくなればなるほど問題になってくるんで、結構難しい仕事になるかと思います。それが私もそういう理解だったんです。広島の場合で300ぐらいが、まあ、限界と私聞いておったのが、最近それが10まで測れると。 ESR のシグナルを何回も繰り返して吸い出すという方法、まあ、今ちょっと楽屋話みたいになって、ある特定の研究者のプレゼンテーションのことについて言ってるんですが、あれは実際の歯じゃなくてハイドロキシアパタイトというものを使って、なおかつボリュームが大きい状態で見てて、なおかつ定量性がなくて定性的に動くかどうかというようなプレゼンでございましたので、先生あまり期待なさらない方がよろしいです。どうもありがとうございました。それじゃここでちょっと同じようなところで、今の方向で遠藤先生、申し訳ありませんが、お話ご準備いただいたお話をさせていただきます。遠藤委員提出資料というかいうのがございます。放射性要素と甲状腺について、病院で放射性要素はもう数十年代、もう戦前から要素131など使われておりますので、それを述べたいと思います。放射性1ページ目ですけども、放射性要素は現在病院で要素123、要素125、要素131が病院で使用されております。半減期は、診断には、画像診断には要素123、半減期の13時間、これはサイクロトロンでつきます。それから要素125は60日、これは患者さんの中に投与はいたしません。例えば最近ですと前立腺がんの治療に要素125を前立腺がんの中に入れて、それでお家に返すような治療法が盛んに行われております。それから話題になっております要素131、これは原子炉で作るものですから、アメリカから輸入しております。次のページいきます。でバセド病の治療に行われております。代表的なものが一つでございます。で治療、バセド病の治療は3つございまして、メルカゾール、それから要素131、手術、
それぞれ一長一短がございます。日本人は薬を一般的に飲みます。しかしアメリカでは一般的には要素131を使っております。アメリカのブッシュ大統領、お父さんの方ですけど、お父さんがバス止めになられた時には要素131を治療したと聞いております。要素131を禁忌、受けてはならない方は妊娠中、あるいは4ヶ月以内に妊娠する可能性のある女性、それから授乳婦というのは、おっぱいのミルク中に要素130が出てくる玉です。それから日本では原則として18歳未満の子どもは禁止されておりますが、欧米ではこれは子どもこそやるべきだという意見もございます。これは病院で使う要素131ですけど、バスルーム治療は大体3億7千万ベクレルというすごい 量がこのカプセルにちょっと入っております。それから甲状腺がんの肺転移の治療は大体その10倍ぐらい投与いたしまして、37億ベクぐらいの治療をこれ患者さんに飲ませてそれ治療するわけです。次3ページ目ですけども、これはバセド病患者さんの治療ですけども、ごく簡単にこうカプセルを1個か2個飲んでもらうだけです。でこの患者さんの場合は甲状腺の要素摂取率が 82.9%、ほとんどが甲状腺に入ります。残りの 17.1% のほとんどは尿に出ます。一部、ごく一部便に出ます。で甲状腺の被曝線量が70グレーからだいたい100グレーぐらいにするようにいたします。ただ日本の場合はこれ非常に要素を制限しなきゃいけないんで結構苦労がございます。また後に乗ります。で我が国で要素130治療とかを私たちは RI 内容療法、放射性同位素内容療法とか言いますけども、バセド病で赤で示しております。去年1年間、おととしですね、2012年で4889例、甲状腺がんの治療に3644例、合わせたら8000例ぐらいにございます。それから骨転移の疼痛緩和ということは、ストロンチウム89、それから悪性リンパ治療は、イットリウム90という、ストロンチウム90の、から出てくる薬を患者さんに投与しております。次のページいきます。で、この甲状腺への接種率がどのくらいかというのは、実は昔々のデータですけども、これが、鳥塚先生とかいうのは京都大学の名誉教授でつい先日亡くなられました。生存中に先生データありますかと言われましたら、これがだから今から50年ぐらい前のデータですけども、当時要素131を37万ベクレル、あるいはこの10倍の370万ベクレルを服用させて、それから3から24時間後に測定します。で日本では現在もそうですけども、検査前治療前には要素制限食が不可欠です。当時ですけども普通食でだいたい1日1510マイクログラムの要素131を取っておりました。要素制限食にしてやっと198マイクログラムパー日でございます。要素制限して正常値が8から35%、逆に言えばこれだけばらつきがあると言いますか、4倍から5倍ぐらいばらつきます。で現在の要素大体摂取量は現在大体1ミリグラム1000マイクログラムかと思います。でそので摂取率のデータなかなかこれがございませんで、金沢大学にいた横山先生に聞いた、大体5から10% 違うだろうかというのが正直なところです。ちなみに全てシミュレーションの場合は大体これを 30% として計算しております。したがって、マックスは 30% になるでしょうけども、それより高くなることはない、あるいはもっと低くなるのが4分の1とか5分の1になるんじゃないかと思っております。でちなみに欧米では昆布は取りません。ですから私もフィリピンの患者さんがいるんですけども、フィリピンの患者さんは昆布なんて全然食べないから要素制限はいりませんと言います。一方逆に塩とかパンには要素を補充しております。これ法律でアメリカでパン買いますと要素を含まれていますと書いております。したがって患者さん2週間ぐらい要素制限してきますと、海苔巻きが食べたいとか言いますね。日本人には昆布はやっぱり不可欠のようです。
これは実は永滝先生も、今座長の永滝先生も昔この研究をしておりまして、これが約50年近く前だと思いますけども、これはこの10人の甲状腺の要素摂取率と要素排泄量、この関係を見てますけども、上の A さんは 2.6% で、この人は 18mg、 一番下の方は 24% で、これは116マイクログラムで、これ要素制限しておりまして、ただこれお分かりのようにもう50年以降若い人にこのような研究をしろというのは言っておりませんで、これの研究は現在本当に行われておりません。逆にはまあ貴重なデータです。次の5ページが、これはアンスケアの2008年報告書をそのまま取ってまいりました。チェルノブイリの小児および青年の構成被曝推定線量、これはグレーで示しております。赤いところが 0.65 グレー以上、650ミリグレー以上のところです。それを拡大したのが下でして、これ黄色のところが一番多いんですけども、これ3グレーから10グレーって書いております。ですから3000ミリグレーから1万ミリグレーぐらいの、これはチェロ V の甲状腺の推定線量です。で次が6ページ目ですけども、これはチェルノブイリと福島の子どもの甲状腺量、これは比較したもので、これ横は対数軸、これは10倍10倍の表になっておりますけども、これは下の福島は先ほどの今議論されておりました1082のデータをそのまま示したもので、上は文献です。で福島の子どもの甲状腺被曝線量はチェルノブイリと比較しますと、これは低い線量となっております。でこれは甲状腺透過線量を先ほどの下のですけども、3月のこれ今ほどの1082のデータがなっております。弘前大学の常波先生のデータは治療値が子どもで 4.2 ミリシーベルト、最大で23ミリシーベルですね。長崎大学では測定を3月15日から4月21日に長崎まで来た方を測定したそうでし、そうでして、そうでして、中央値が 0.74 ミリシーベルト、最大が 20ミリシーベルトのとのことでございます。で甲状腺被曝線量の測定といいますか実測値、あるいはこれから現在も、セシウム137濃度から土用中の130量推定、あるいは半減期の非常に長い要素129から要素100量推定するでしょうけども、日本では食事中に含まれる要素量によって甲状腺の要素130の取り組みが非常に変わりまして、被曝線量は著しく変わるはずです。しかしまあ 30% という数値を使っております、世界中使っておりますけども、日本でそれより高くなることはありませんので、それよりかなり低い数値になる方が多いんじゃないかと思います。下はまとめてございまして、アンスケアでもチェルノブイリはやっぱ昆布を食べない要素欠乏も関連するかというふうにしています。日本人は一方昆布を取ります。ですから早くから食品を切れておりまして、被曝線量がそれで結果的に少なくなったんじゃないかと思います。最後はごめんなさい、学生の授業ですからスライドなんて失礼かと思いますけども、20年前に、医局員が、このようなユニフォームを作ってくれましたら、当時私要素131を多分日本でも、すごくたくさん使ってた方でして、先生のユニフォームは131番にしてください言われまして、学生の授業をしますとこれはよく覚えてくれるものですから、使っております。以上でございます。どうも遠藤先生ありがとうございました。放射性要素と甲状腺の関係について、ずいぶんよくまとめていただきました。先生のご発表に何かご質問ございましたらどうぞ。日本人がやっぱり要素を普段食事から摂取しているというのは有名な話ですけれども、ただ先ほど先生おっしゃったように現代の食生活で特に若い人たちがどうなのかというのはよくわからない。でもしかするとそのある時には結構摂取するけれども、またその翌日にはほとんど摂取しなかったりというのは波があるのかもしれないなと思うんですね。でそういうような食生活の時にこのアップテイクの率というのはどういうふうになるんでしょうか。はい、
万先生のご指摘の通りでして、要素量が少ないときにはマックスですけどね、 30% で、要素量が多いときには多分 5% ぐらいになると思う、摂取率が。ただそのときに要素を1回食べますと1週間から2週間まではその効果が続きます。ですから1回コンボちょっと取りますとね、1週間から2週間効果を使いますので、ずっと長期間要素を含まない食事した場合には非常に少ない数字となりますけれども、時々要素を昆布食べてますと結構これはアップテイクは抑えられるものです。先週末の甲状腺シンポジウムの中で甲状腺の体積と要素摂取量が逆相関するということが指摘されてたと思うんです。でそうすると今小児の甲状腺のマスは福島で随分測られてるわけですね。でそういうデータから平均的な要素の摂取量はどの程度だったんだというのを逆算ができるんではないかと思うんですが、いかがなもんでしょうか。いや実はね、子どもの生育値とかいうのは実は取れないんですね。どうしても被爆するもんですからね、放射性要素がいるもんですから。体積はもちろん子ども小さいですね。ただ子どもの高要素摂取率は正直言ってなかなか得られないんですね。ですから動物実験では得られてまして、動物実験ではほとんど変わらないという感じのデータは得られております。要するに大人と子どもっておかしいですけどね、要するに大きいマウスと赤ちゃんのマウスでは変わらないというデータ。もちろん今甲状腺アップテイクレートを RI 使ってっていうのは倫理的に無理だろうと思うんですが、尿中の要素の排泄量と甲状腺のマス体積っていうのだったら倫理的には十分クリアできるのかなとも思うんですが、そういうのでどの程度今まで報告があるもんなんでしょう。ちょっと欧米の研究者がそういうふうにコメントしてたというだけで、どの程度の本当のエビデンスがあってコメントが来たのか私ちょっと理解できませんでしたので、ご存知でしたらお願いします。いや私は存じ上げてないですね。中崎先生なんかご存知ですか。ロシアで数千例子どももやりまして、正常のですね、そして、随分たくさんデータを出しました。甲状腺の大きさと、それからその甲状腺の大きさと要素摂取量の関係は非常にきれいに出ます。ウクライナで大部分のところは要素が足りないところですので、そこは全部その平均すると甲状腺が大きい。ただ日本でですね、日本でその要素摂取量との大きさとの関係の研究は全然ないね。ですから今福島でやってるのにいいことに要素を測るということが加わればまた何かあるかもしれませんが、今のところ、それから要素が足りないのウクライナで甲状腺が大きかったっていうふうな人は日本ではいないもんですから、また条件が違うと思います。私30年ぐらい前ですけどね、小児科に入院した患者さんがいまして、甲状腺が腫れてるとかに入院した患者さんがいましてね、その人の子供がね、昆布屋の子供なんですね。だからあれ昆布たくさん食べて、それで甲状腺が腫れてきたんですよね。また1ヶ月後に同じような子供が入院してきましたね。で昆布屋でしょとかで、いや違いますとか言うんで、何屋さんですかって聞いたら佃煮屋さん言うんですね。したがって多分子供がつまんでるんでしょうね。ただそれと要素摂取率とはまた、ね、関係ございませんので、なんかちょっと難しい問題があります。もう今亡くなってしまいましたけども、日本で沿岸性甲状腺腫っていうのがあって、利尻島とかですね、昆布のいいところでの住民の方である地域でいうと、もう毎日毎日昆布の出汁を取ってらっしゃると 10% ぐらいの人に大きな甲状腺ができまして、その写真もありますけども、最近はもうほとんどの昆布のそういう出汁を使わなくなったので、亡くなったということです。他に遠藤先生のご質問のお話に、確かに要素も大変だし、今の環境庁の中にも入ったわけですね。
森林健康管理調査の最新のデータがどうしてここに出てこないんですか。75名の甲状腺がんが出たんですよ。そのデータはどうしてここに提供されるの。ご聴者の方恐れ入りますが ご静粛にお願いします。それにつきましては次回以降取り上げる予定でございます。の座長としてはなるべく静粛にということを改めてお願いしますが、適当なご質問もございますけれども、ただ今の話はこの次からの議題になっていて、今日のは全然関係のないお話でございます。のそれでは次にいきまして 2-3-1 で1データの一元化の関係について、お手元の資料 2-3-1、2-3-2、その2つでございますけれども、各種のデータの、一元化についてということでございますけれども、現在福島県県立県福島県民健康管理調査のデータベースが県立医科大学にございますけれども、それに個人線量計のデータやホールボディカウンターのデータを、一緒に一元管理するべきではないかというようなご意見等がよく聞かれるところでございますけれども、このお手元の資料につきましては、先日2月7日の第14回の検討委員会で出された資料 の抜粋を出させていただきましたけれども、この9ページの下にございますように、今後データベースに、県民健康管理調査のデータベースに個人線量計のデータやホールボディカウンターのデータにつきましても取り込んでいくというような計画ということの説明がされたところでございます。時間もございませんが、その次のページにもいろいろなデータについての統合、データを統合していくような計画があるということで示されたものがこの資料でございます。簡単でございますけれども、こういったことを今後も進めて、県では進めていきますということでございますし、国としてもそれを支援していくということでございます。以上でございます。議題にもなると思いますので、一元化の話はこういう状況であるというご説明ということでよろしいでしょうか。あと残っておりますのは個人線量が高菜まだそうですね、資料の 2-4 でありますけれども、環境省の個人線量把握事業関係について、これは多分最後になると思いますので、資料の、2-3-3からご覧になっていただきたいと思います。 2-3-3 とですね、これは今後これからも個人線量計による測定や、ホールボディカウンターによる内部被曝の測定等について、今後も継続していくところでございますけれども、個人線量計の測定など市町村である、程度少し統一的な測定方法になっていないというようなご指摘もございまして、そういったところを少しルール化、ガイドライン化するということで、測定のお役に立てるようになるのではないかということで考えておりまして、13ページのところにその構成案とございますが、測定期間とか測定方法とか、また結果の返し方とかですね、そういったことも含めた、どういうふうにするのがより望ましいかということをのガイドラインを、環境省としても作っていきたいというふうに考えているところでございます。それで時間もございますので、特にですね、ご意見いただきたいのは、どういう方を対象にして個人線量計の測定やホールボディカウンター の測定を行うべきか、そういったことについて、もしご意見とアドバイス等をいただければというふうに思ってございます。で、合わせて次のページ2-4-1、2-4-2につきましては、環境省の事業で今年度の補正事業と来年度の当初予算で個人線量計の配布して、線量計の把握事業を進めていくという資料でございます。詳細については省略させていただきますけれども、そういった事業を考えているところでございます。以上でございます。今のご質問っていうのはどんな人かっていうのは、例えば家族全員か、家族の代表的とか、あるいは集団の中の
代表的な人、そういうご質問ですね。まあ、今後個人占領を図っていく上で、まあ、今事務局からの将来の方向として個人占領系をどの範囲で測っていただくんですか。ちょっと座長からのご指摘がありましたので補足させていただきますと、大きくまず環境省では地域を3地域想定しておりまして、これから今避難区域になっていて、これから解除される地域、それが一つでございます。でもう一つはそれ以外の福島県内の地域で、もう一つは福島県外の、まあ、特に汚染状況重点調査地域と言われているような地域、そういったところで、まあ、個人占領系なりホルボディカウンターでの測定を、まあ、どういうふうにどういう方を対象に、まあ、進めていくのがより適切なのかということを、まあ、ご意見いただければというふうに思っております。今日いきなりこうこちらの方で提示させていただいたので、今日のご回答でなくてもまた次回等でアドバイスいただければというふうに思います。また実際に着用する方、どうぞ。現在どういうふうな配布をしておられるのかをちょっとお聞きしたいんですが、現在どうしておられる、どういう、はい、現在はですね、まず避難区域は避難されているのでいらっしゃいませんけれども、一時帰宅するような時には占領計を、まあ、主に電子式の占領計を配布して測っているということでございます。でそれ以外の福島県のにつきましては、現在県から市町村への補助金を活用がございまして、基本的に、子どもとあと妊婦さんを中心に個人占領計による測定をしてございます。それは地域によるかもしれないですけど、一応可能な限り全員の方がいいんじゃないですか。そういうことで特定の個人を選んで抽出してというお考えですよね。環境省ちょっとあれですけども、の全員にその供給した方がいいということであればそういう体制は取れるんですが、実際に着用する方のご意見、地域によってなかなかそのバラバラなので、まだまだ今から討論が必要だろうということでございます。着用した方が良ければそういう体制は取れるんですが、つけるのは嫌だとかいう方も当然いらっしゃるでしょうし、まあ、ですからつける方との議論によってどうなるかっていうのは今まだ分からないという段階。どうぞ。はい、私個人としては避難会場準備区域に帰還する住民がやはり自分たちの占領を個人として管理できるということが非常に自分自身が、まあ、主体的に、まあ、その帰還するというニュアンスが強くなっていいんではないかと思ってるんですね。で、ある程度定常状態になってきた地域っていうのは特に電子式の非常に単位時間が短い時間で測れるというものがそんなには重要ではないんだろうと思うんです。ですからやはり帰還する家族あるいは先行して帰られるお父さんとかそういう方たちに実際にどの程度の被爆占領になっているのかっていうのを見てもらって、自らその環境改善に努力できるような機会を与えるという、そういうまあスタンスでぜひやっていただきたいなと思ってます。どうもありがとうございました。時間が非常に限られておりまして、もう申し訳ありません、もう8分過ぎておりますけども、もうその最後全体を通じて最後にご議論がございましたらぜひどうぞ。最後の方はですね、住民のその
まあ、個人の測定だとかいろいろ入りましたけれども、最初にですね、1回目の時にその、まあ、開催要項に書いてありました検討内容についてね、まあ、もう少しスケジュール的にですね、次はどうするのかとかですね、そういうのちょっと明確に出してもらいたいと思うんですよね。で、私たちもですね、実はいろんな参考、自分たちが議論してきたもの資料としてあるんで、それはやはり皆さんに検討していただきたいと思いますので、ぜひそのスケジュール感を出していただきたいと思います。これは事務局ぜひお願いいたします。あ、どうぞ。今日お話しさせていただいてですね、これは本当結構大変な思いをして測ったものなので、ぜひ有効に使っていただきたいと。で、全体の傾向を見ていただく分には私は問題ないと思います。ただし個人の一人一人の方についての数字を運用するのはなかなか厳しいデータだと思います。で、また一方傍聴の方からですね、そのバックグラウンド引くのはダメじゃないかとか言われてしまうんですけども、そういう本当僕そういうこと言われると苦しい思いをするんですが、本当バックグラウンドは引かないといけません。ガンマ線というのは本当にすごい通過能力を持ってますので、その幹部と密着させることで幹部からの線量を増やすということで、その周りからのバックグラウンドと区別すると、それが我々が現場でできた最善の手段だったんですね。で、その時に脇から来るバックグラウンドというのはどうしても避けられないんです。なのでその差分を取ったと。で、それによってその分布がですね、優位な傾向を示しているので、何らかのこの喉からのものっていうのは測っているというふうに思っております。だ、その点完全にこのデータが無駄だというふうに言われると本当に悲しい思いをするので、そこは何とか理解いただきたいと思います。どうぞ。先週末に、開かれたというその OECD、 それ福島県立大との共催のワークショップ、このような情報はですね、ぜひ私たち委員にも事前にお知らせいただけるとありがたいと思います。どれだけなかった各学会なんかには随分 のホームページには出たようでございましたけど、委員の方にというあれはなかったね。連絡していたと思ってたんですが、他の委員からも連絡がなかったとよしかりもいただいておりまして、大変そこは申し訳なかったと思っております。議会にはある程度まとまったものをの資料として持ってこれると思いますので。測定だけでこれで3回費やしてきましたので、まあ、かなりのところまで議論はできたと思うんですが、でもまあやはり繰り返しますけど、今日も2回目からずっと続けてきたのは、直接今日も新山先生においでいただいたデータをどう活用するかということについて、やはり今日の議論を十分に生かしていきたいというふうに思います。ではもう何度も言いますけども、大事なデータでこれしかないんですから、使えるところは使うと、我々が使えるところは使うようにしようというのを本当に専門家として考えてと、そういう立場で時間を取ってまた先生においでいただいてお話しいただきました。ありがとうございます。それじゃあここで事務局にとお願いいたします。ありがとうございます。それでは事務局、ご議論ありがとうございました。それでは事務的な連絡をさせていただきたいと思います。次回につきましてはすでにご案内させていただいておりますけれども、3月の26日の水曜日 の17時からを予定しております。場所についてはまた追って連絡させていただきます。それが1点でございます。で、2点目は議事概要につきまして、議事概要、議事録についても後日公開させていただきます。なので事務局からその案を送らせていただきますので、ご確認をお願いいたします。で、3点目は石川委員からご指摘がございましたけれども、今後は次回からは健康調査、健康審査等に関することについてご議論を中心にいただいて、また線量評価についても少し、積み残しのところとかについてはご議論いただくところがありますけれども、健康調査を 1,2 回なりを中心に考えてございます。で、その後医療のあり方についてのご
検討いただいて、あの 初回の井上副大臣からの挨拶にもございましたように、来年度の、まあ、なるべく早い時期に、まあ、一定の方向性を示していただくということを考えているところでございます。以上でございます。では本当にどうも今日はご議論長時間にわたってありがとうございます。それでは第3回の議会を終了いたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。Thank you.